クラッドとは、ほとんどすべてのコンピュータソフトウェアが持つ、永続性の4つの基本機能のイニシャルを並べた用語。その4つとは、クリエイト、リード、アップデート、デリートである。ユーザーインターフェースが備えるべき機能を指す用語としても、使われる。クラッドの代わりに次のような単語のイニシャルを並べたもの、あるいは、当時語が使われることもある。 クラットは関係データベースアプリケーションやレストファルな Web アプリケーションで実装する必要のある主な機能を列挙したものと見ることができる。各文字は標準の SQL 文に次のようにマッピング可能である。関係データベースはアプリケーションにとっての典型的な永続清掃であるが、それ以外にも様々なものがある。クラットはオブジェクトデータベース、XML データベース、 フラットファイルデータベース、特定のファイル形式などにも実装可能である。Google スカラーでは、クラットを最初に使った論文として、キラブ、H を挙げている。その概念は、キラブでも衝述されている。クラットは、多くのアプリケーションのユーザーインターフェースにも当てはまる。例えば、住所録ソフトでは、基本的な記録単位は、個々の連絡先である。最も素朴なものでも、 次のようなことが可能でなければならない。少なくともこれら4つの操作ができないと、そのソフトは完全とは言えない。これら機能は非常に基本的であるため、ひとまとめに解説されることが多い。ありがとうございます。